どうもこんばんは、いかくんです。スプラトゥーン2の、フェス来ましたね。まあ動画にも出してるんですけど、投票する動画、それのまあ続きみたいなものですかね。続きではないか、続きにしておきましょう。で、ね、せっかくなんで、新しい武器とかも、出たんで、この動画を出しない間とかに、ちょこちょこね、やったりして、いろいろ、武器が出て、来たんで、スパッタリーを、まずは使っていきましょうかね。まあ、一回一回でどんどん、武器を変えていこうかなって思います。あと、ミステリーゾーンが来なかったら、来るまで、動画、やめないので。はい。というわけで。あ、早速、ミステリーゾーン来ましたね。もうこれで動画やめれるんですけど、まだやめませんよ。でね、なんかね、1940、1930、お、瞬発力が勝ってますね。さっきはね、負けてたんですよ。パワーの、あれがね。でね、なんかね、さっきからやってるんですけど、瞬発力派と耐久力チームみたいなのあるんですけど、なんかね、耐久力チームの方がね、なんか、強いような気が、ちょっと、オッケー、よしよしよし。ちょっとね、今、鼻声です。あ、これビーコンだったのか。いや、ちょっと待って。いやー、久しぶりだから戦えない。いや、実況もできてなくないか。お、なんだなんだ、なんか今いたよね。やべ。なんかね、スパッタリはこのスライド、これが速いらしいですね。まあ、作動させてやるよ。オッケー、ナイス。お、待って、勝てるんじゃない？オッケー、裏取りもされてない。ということは、まあ、勝てなくもない。いや、よっしゃ、オッケー、スパッタリー。ナイス。さあ、塗って塗って、おー、やばい。お、ナイスナイス。ビーコンなんで、やばいぞ。やられた。けど。ナイスナイス、いけ、やったりやったり。さあ、一人でもやりたかった。けど、まあ、仕方ないですね。うわぁ、やばい、やばいぞ、やばいぞ。ほっ。いやー、なんてこった。瞬発力派なんで、スパッタリー使ってます。というのは、冗談で。さあ、そう、あとでちょっと広場、行ってみますか。ハイカラスクエアの広場。うわ、喋れなくなってる。いやー、当分の間実況してなかったからね。なんかハイカラスクエアがね、すごい、フェスになってるんですよ。フェスになってるっておかしいか。フェスの仕様になってる。よっ、あーっと。でもこれは、勝てなくもない。さあ最後、スライドを決めていきたい。最後、スライドを決めていきたい。いやー。でもまあ、多分、あー、これはきつい。いや。いやー。全然負けてるやん。さあ、これどんどんポイント加算されていくんですけど、なんかね、瞬発力派と、瞬発力チームと、瞬発力チームで、同じチームでやることがね、結構ありました。それでも大丈夫なのか。多分ね、投票率はね、瞬発力チームの方が多分勝ってると思うんですよね。さあ、武器変えていきます。さあ、来た。瞬発力チーム対瞬発力チームです。左上を見たらわかります。本当に瞬発力チーム。あ、右上ですね。あ、次左上ですね。はい。瞬発力チームと瞬発力チーム。あ、待って。あ、でね、武器。武器は、竹筒
何だったかな、竹でいきます。これもね、新しく、これが多分一番新しい武器かな。でね、ここからこうやってね、撃ってくる人がね、結構いたんですけど、およっ、やべえ、近づいてくるぞこいつ。よいしょ。うわー、ちょっと待ってくれ。オッケー、イエーイ、自分でナイス。動くないか今の。待って、戻ってくる前に逃げたいんだが。逃げれるか。あ、来たでしょ、絶対来たでしょ。よし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 。うわ、すごい狙われてる。うわぁ、ちょっと待って。うわぁ、エイムが合わない。あぁ。さあ、どっか飛んでいきたいけど、ちょっと飛ばずに行きまーす。あ、狙われてるな。さっき結構難しいけどね、けど、なんかね。しゃ、今いたよね、絶対どっかいたよね。うわ、音がするぜ。音がするぞ、え。うわぁ、ちょっと待って。ちょっとね、最大限にね、竹を生かしたいんですけど、この飛距離、結構ね、離れて撃った方がやっぱいいよね。相手が近づいてくることを考えて、戦っていきます。ここだと意味がないよね。ちょっと待て!あ、ナイス!ナイス、スーパー着地。ちょっと勝ったけど。待って、そこにいたの?待って待って待って、今一キルしかしてないよね。いやー、ちょっと待って。ちゃんと、バチンってね、やりたい。よし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 。出てこい出てこい。やばいね、それは。くそ。やべえぞ。近づいてくるな。ごめん、仲間。うん。ちょっと見捨てたよ。こっちからちょっと裏を取って。嘘でしょ。スパッタリですね。あ、でもこれはこのままいけば勝てなくもないけど、結構やばいよ。おいしょ、当たんない。やばいやばいやばい。ちょっと濡れ濡れ、みんな濡れ。おいしょ。オッケー。さあ、最後の塗りは、どうだろう。あ、でも、これは、勝った?よし。あ、全然勝ってますね。さあ、どんどんポイントに入れていきましょう。いや、竹も竹でね、普通に強いと思うよ。まあ、僕は全然、ダメでしたけど。さあ、もう永遠の瞬発力ガールになってます。はい。まあ、なぜガールかっていうのは、見た目です。はい。はい。じゃあ次の武器いきます。よし。3回連続ミステリーゾーンですね。もうバレバレ来てますね。でね、さっき、竹の武器が、多分新しいって言ってたんですけど、多分じゃない。リッター 4K カスタムかな?それが多分、来ました。でね、バリアブルローラーを使います。まあ、リッター 4K でも良かったんですけど、さっきも、まあ、竹っていうチャージャーを使ったんで、まあ、次はローラーで。やばいぞ、やばいぞ。よいしょ!ナイス、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 ナイス。さあ、溜まったんで、こっちからちょっとやってみたいんでやります。長押しすれば、遠くに投げれるので、まあ、これは、これで結構もったいない使い方なんですけど、まあ、いいとは思うんですけど、さあ、バリアブルローラー、なんかアップデートが来たんですけど、その、やつは、こう、縦振りした時は、前は動けなかったんですけど、今はですね、ちょっとじゃあ見といてください。お、ちょっと待って。いきますよ。こうやって、こちょこちょこちょって。ほらほらほら、見えた?見えましたかねー。いやー、直撃がきついな。結構、いい、エイムしてるぜ。さあ、
飛んでいきたいんだけどね、飛んだらね、やられる可能性があるんで、そう、飛ぶときはね、スーパー着地とかがあるときの方がね、いいと思います。だから、これは、ホムラシなんで、あまり、お、やばい。よし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 。よいしょ。いやー、ちょっと、きついな。あ、でも、まあ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 。いやー、仲間が一人で頑張ったな。ナイス、しといてあげます。やられたからナイスってわけじゃないよ。で、あっちから来るから。よいしょ。あー、もうちょっと待て。いやー、危ない。これはね、正面から行くのはね、あまりよろしくないから。わーっと。え？あれやられるの？いや、やばいぞ、やばいぞ。思った以上に、ラストスパートが来た。いや、嘘でしょ。結構きついね。さあ、楽しく塗ってきますよ。塗ってくんですけど、ちょっとやばいから、早く、塗ってあげないと。よいしょよいしょ、ラストスタート！オッケー。これは勝てたんじゃないんで、おう。いや、待って、負けたんじゃないのこれ。いやー、すごい、もう 0.1% じゃないか。来ましたね。やっぱ最後はね、勝ってから終わりたいんで、もう一回。よし、お、次の、ミステリーゾーンじゃない、とこに行きましたね。瞬発力チーム対、瞬発力チームだ。さっきちょっと見てなかったんでね。でね、武器は、バレルスピナーデコでやっていきます。デコだよね、これって。あ、デコだ。さあ、ちょっと前に進んでいかないと、仲間さんがね、味方さんが、やられる、かもしれないんで。あ、でもね、強いね、みんな。よいしょ！いやー、これはよろしくない、逃げ方を。ね、バブルランチャーが溜まってるんで、適当に、この辺投げてきまーす。待って、こっちやっても、おっと、やばいぞ。来るのか？いやー、ちょっと待って、あ、スクリュースロッシャー、スクリュースロッシャーもね、強い。いや、まあ、武器は大体全部強いんですけど、いや、バレルスピナー本当にね、強いと思うんだけどね。 OK、 非常に危ない今のは。やばい、なんか味方やられたるじゃん。オッケー。よしよし。絶対こっち狙ってるでしょ。わーおー。いやね、やっぱバレル好きなのはもうちょっと離れて打たないとね、やられるね。いや、相手が強いのか。でもね、瞬発力チーム対瞬発力チームなんで、負けても勝ってもね、ポイントはね、あんまり、てか全然変わらないんですよ、多分。うわっ、え、もう今日全然勝てない、本当に。なぜ武器がダメってことはないしでしょ。いや、ただ自分が下手くそなだけか。さあ、味方の援護をしてあげてからの、塗ってからの、いや、待って、本当に危ないからやめて。いや、待って、本当に危ないから。いや、待って。よし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 。よし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 。あと一発。当てろ当てろ当てろ。
いなくなっちゃったね。よし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 。いや、ナイスナイス。いやー、最後はもう勝って負けたかったじゃなくて、勝って終わりたかった。全然負けてるじゃん。いやー、待って。いやー、待ってよ。これはダメだ。いやね、本当はね、これ、動画2本目なんですよ。あいた。2本目撮ってるんですよ。1本目はね、なんかちょっと、うまくいかず、あ、うまくてかね、すごいいいゲームができたんですけど、ちょっといろいろあって動画消したんですよ。動画アップロードせず。お、ちょっと待って。なんだ、終わったの？みんな生かしてる？ハイカラスクエアの中心からテントクルーズがお届けします。終わったの？自信があるのはどっち？フェス始まったぞ。ロビーの前立ちパネルから。え？なんだよ？なんだよ？どういうこと？どういうこと？いや、終わるのは1時のはずだから、やっぱ違うよね。どういうことだ？はい。ちゃーちゃっ、じゃん。ほら。あ、そう。これだよ。広場。すごくない？ほんとすごいと思わないか？もうね、みんな生かしちゃうわ。あ、生かすのがなくなっちゃった。ほら、すごいんだよ、ほんとに。こうやって。ねえ。ほらほらほら。すごい。みんな生かして。ほら、ここの人だとか、クラゲちゃんが乗ってるからさ。いや、なに。お、撮ってるよ。あ、皆さん知ってました？このスマホのケース、なんか、出たらしいですね。出たのかわかんないんだけど、なんか振ってるよ。かわいいね。さ、なんかこの人うまいから生かす。さあ次。この人もね、うまかったから、生かす。生かす！はい。ちょっとなんか変わったのかな。さあ、ミステリーゾーンとか変わってるのかな。ちょっともう一回だけやりたいんでやってきます。ミステリーゾーンがもし変わってるのだならば何かすごいんでしょうけど、いやー、キャンピングシェルターも使っていいんですけど、使いたいんですけどね、下手くそなんでやめときます。まあ、じゃあ、カーボンローラーで、いや、ローラーで、イカスフィアで、イカしちゃいます。いや、スイチューバーでもいいな。いや、迷うとこですよね。なんで、スプラローラーコラボで、いきます。よし、昆布トラックやってきます。ミステリーゾーンは変わったのかな？なんか夜の昆布トラックは、格別ですね。全然格別じゃないけど。いや、危ないし。さあ、さあって言ったけど、まあ普通にプレイしていくんですけど、まあ今回はもう、いや、待って。もうね、もう編集するからいいんですよ。どれだけやろうと！危ない。いや。おうおう。待て。よいしょ。ナイス、生かす。オッケー。さあ、どんどん塗って、塗りを広げていきます。って言ってもね、なんかね、敵はいないね。味方が強いから。よいしょ。ドン、はい、ドン。いやー、やられるか。いやー、やられたね。で、どうしようか。
どうしようか、本当に。あ、今日は日曜日ね、なんで、フェス最終日ですね。お、イエーイ、2枚やりましたね。これをやれば、英雄だ。よっしゃ。いやー、なんかね、これは勝って終われそうだね。ステージの問題だったのかもしれない。いや、BGM もいいっすよね。イエーイ、どんどん行くよー。ほっ、何してんだー。あぶねえ、あぶねえ。危ない。危なくないよ、もう当たってるよ。あ、この人もイカスフィア。目の前で爆発されてるじゃん。わあ、おいしょ。勝てないよ。いやー、ギアもね、結構ね、揃ってきてるんですけど、まあ全然揃ってませんけど、揃ってきてまーす。矛盾してるよね。揃ってきてるけど揃ってませんけど。オッケー、塗りを広げていくことに、ことを、いや待って、これはやられた。あの一発でやれなかったのがきついね。いやー、勝って、あと10秒、10秒で追い返されたらきついよ。じゃあここ塗っていこう。塗っていく。オッケー、塗ったけど塗り返されたね今。うわっ、わあ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 、やばいぞやばいぞ。わあ、ちょっと待って、本当に勝ててない。終わりますか。もしミステリーゾーンとか変わってたら、また動画出します。はい。というわけで、もしよかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお願いします。さあ、最後はちょっと広場で、行きますか。はい。持ってきました。いや、いいね。なんかこの曲も、いいですね。さあ。お、いらっしゃい。なんかいろいろね、食べれるんですけど、これは、あ、お金が、1.5 倍、2倍。そういうことができる。さあ、終わりましたけど、まだ、あと、1、2、3、4、4時間くらいあるんで、どんどんやっていって、スーパーサザエをもらいます。というわけで、もしよかったら皆さんも、スプラトゥーン2のフェス、やってみてください。瞬発力チームが勝っていると信じてください。じゃあ、